それまでの付き合いがほとんどなかったもんですから、かなり混乱をしてどうしていいかわからなかったというのが実情です。予想しなかった突然の相続手続きで戸惑う鹿児島市内の60代の男性です。今年6月、この家に住む80代のおばが亡くなりました。おばは独身、親から引き継いだ実家で一人暮らし。この男性も目立った付き合いはなかったそうです。男性の母親がおばの姉にあたりますが、高齢のため母親の代わりにおばの相続手続きを行っているわけです。司法書士に建物とか土地の調査を依頼しております。両方ともおばの名義になったのは確認しております。相続人は県内外の10人以上に上り、どう整理するのか話し合いが必要で、それまでは空き家となりそうです。とりあえずは、相続人全員の、共同持ち分という形で登記、相続登記をしていくしかないのかなと思っています。その後は、できれば第三者に売却していかざるを得ないのかなと、このまま放置するわけにはいかないということで、そういうふうに考えております。鹿児島県は特に使用目的がない空き家の割合が全国で最も高くなっています。主な要因として地域柄、九州地方が親と別々に住む傾向があること、そして鹿児島は65歳以上の高齢者の一人暮らしの割合が全国で2番目に高いことが挙げられます。空き家となるケースが多いのが先ほどの男性のような相続です。鹿児島市で相続のコンサルタント業を営む西原さんはこう指摘します。空き家になってるのって大抵その親御さんの家、つまり相続された方の実家であるケースが多いと思うんですね。50代60代の方が実家を相続されるっていう風になった時に、おそらく大抵の方はもうすでに住まれてる家がある状態で相続することになります。解決しなきゃっていうようなところの優先順位としては低くなってきてしまうのかなと思います。空き家の問題点は倒壊の恐れや災害時のリスクなど、簡単に言うと近隣の迷惑になる可能性があることです。実際に去年8月には鹿児島市の住宅街で空き家が崩壊し、道路が7時間近く通行止めとなるケースもありました。なんかもうドドーって言って雷が落ちたのかなって、もう隣だから避難してくださいって言われて怖かったでしょ。そんな中、空き家の所有者の責任を明確にする2つの法律が改正されています。1つ目は空き家特別措置法です。空き家を放置し問題が生じている場合、住宅としての税金の優遇措置がなくなり、固定資産税が上がります。去年12月からは対象となる空き家の基準がこれまでより広がりました。倒壊寸前の空き家だったり管理不全の空き家というようなところに認定されてしまうと、最大で固定資産税が6倍になる可能性があるのが一つと、罰金として50万円がかかる可能性も出てくる。もう一つは相続登記の義務化です。これまで土地建物の名義について、持ち主が亡くなった後特に名義を変えなくても問題はありませんでした。しかし法改正により、相続人が協議した上で名義を変更することが義務化されました。鹿児島地方法務局によりますと、法律が施行された4月以降、例年を上回る人が相談に訪れているということです。主人が亡くなったんで、もう子供たちに分けようかと思って、でも頼む余裕がないから自分ですればなんとかなるっていうから、父の方が亡くなりまして、それで、はい、初めてのもので、もう何もかもわからないので、一応、はい、資料を見ながら、はい、
今行ってるよ。今後問われる空き家の所有者の意識ではどうすればいいのでしょうか。はい、すいません、よろしくお願いします。お邪魔します。鹿児島市内に住む土手由美さんです。母親が亡くなり父親も施設に入っているため、この実家はおよそ4年間空き家になっています。土手さんは父親弟と話し合って実家の所有者になり、夫婦の対の住処として建て替えることを決めました。このままじゃいけないなっていうのがすごく思いまして、いつかどうにかしないといけないわけですから。土手さんが現在住んでいる自宅には長男家族が入る予定で、空き家も生じないことになります。片付け、これが一番今大変。建て替えるにしろ売るにしろ何するにしろ絶対来ますから、その辺はもう早めにされてた方がいいと思います。スムーズな相続には事前に少しでも話し合っておくことが必要だと西原さんは話します。相続や空き家が原因でこう離れていってしまうことがないように、こうポジティブな気持ちでどんどん将来のことについて話し合いの場を、まあ、設けることが一番ベストなのかなと考えます。少子高齢化の時代に空き家を減らすという根本的な解決策は見当たりませんが、所有者になりうる私たちは意識を高める必要があります。もうすぐお盆、家族や親類で集まった時に自分たちが生まれ育ち思い出が詰まった実家をどうするのか、少しでも話してみてはいかがでしょうか。